パルが DB って、はい、ドメインのところに。それではまず増田さんからお願いします。はい、そうですね、皆様、足を運んでいただいてありがとうございます。ジャムカフェが、オープンして数日経ってますけれども、まあ、映画公開前にこういったカフェがオープンして、映画のモチーフにしたこの並んでるものたちとか、はい、先行して皆さんに楽しんでいただける機会をこうやって作っていただけて本当にありがたく思ってます。まあ、映画見る前にこれで楽しんでいただいて、映画をもっと楽しみにしていただければいいなと思いますので、ぜひぜひ知らない方も入っていていただいて楽しんでもらえればなと思っております。今日はよろしくお願いします。はい、鈴木宏之です。本当にお集まりいただきありがとうございます。映画に関わらずこういうふうになんかカフェができたりいろいろ派生していってるのがすごく嬉しいですし、劇団でもっともっと盛り上げていけるようにこれからも頑張っていきますので、よろしくお願いします。はい、そうですね、劇団 EXILE 史上でこんなにカフェもできて初めて、映画もできて、こういう自分たちのキャラクターがメニューになったのも初めてなので、本当に嬉しく思います。こういうふうにまたジャムを公開前で、ね、公開してからもいろんな方に見ていただきたい作品ですし、これをきっかけにまた劇団 EXILE 一歩二歩三歩とみんな9人で力を合わせて進んでいけたらなと思ってますので、よろしくお願いします。じゃあ秋山さんお願いします。秋山慎太郎です。本日はお集まりいただきありがとうございます。劇団 EXILE が9人で総結集したのは初めての映画なので、こういうふうにカフェなど公開前にもいろいろ盛り上げれる場所とかができてすごく嬉しく思ってます。これからジャムっていうプロジェクトをこう映画に限らず盛り上げていけたらなと思っておりますので、よろしくお願いいたします。はい、皆さんお集まりいただきありがとうございます。今回、本当に劇団 EXILE メンバー総出演という、初の試みをやらせていただくことになりました。因果応報エンターテインメント、本当にいいことをすればいいことが起きる、悪いことをすれば悪いことが起きると、本当に理にかなうような、ストーリーになっております。そしてその中で、いろいろこういうカフェというようなんですね、ものを開いていただいたりとか、どん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 自分たちのできる限り盛り上げていきたいと思いますので、皆さんどうか応援の方よろしくお願いします。ありがとうございます。どうやって食べるの？これ、チーズいいのかな？これで、どうなの？あ、これでも、青山もらってもいいですか？食べます、これ、クレイジー四角。クレイジー四角ですね。すごい。いただきます。朝飯っていうのをやってるんで、それをみんなで食べるみたいな。ご飯やってます。はい、そうです、本当ですか。はい、みんなに食べに来てもらって、はいはい、そういうとこで盛り上がってます。はい、ちなみに皆さんそれぞれお好きな食べ物とかこれと関わらず、教えていただければ。カレーですか？カレー。僕ラーメン好きですね。美味しいですね。僕今激辛にハマってます。はい。うん、僕刺身好きっす。自由だな。すみません。めっちゃ自由じゃない？でも刺身好き。こんな感じでいいんですか？いやでも俺もラーメン大好きなんですよ。ずっといろんなお店回ってラーメン食べてます。はい。では行けてないですよね。ホテルの下のさ、そうですね、バーがちょっとイタリアンとかなんかあれですよ。で、なんかちょろちょろ集まってきてぐらいですね。で、部屋で飲んだぐらいか。そうですね。そうですね。そうだ。僕の部屋で飲んだ。そうそうそう。で、お前全部食ったの？全部食っちゃいました。お前すごいね。いや、これめっちゃ美味しいですね。これ。あとあれですね。それこそ今ラーメンを撮影終わりで
誰だっけ、鈴木とカンタかな、3人で旦過市場の外にある屋台のラーメン屋さんに、はい、行きましたね、行って食べました。はい、めちゃくちゃ安く、も行きましたね。行きました、本当。焼肉すごい美味しいところあって、2人でずっと恋愛の話してました。大嘘か。因果応報だぞ。因果応報。